バナトブルガリア人は、ルーマニアとセルビアにまたがる、バナト地方に住む、ブルガリア人に近い少数民族である。バナトブルガリア人がこの地に入植してきた当時、バナトはオーストリア帝国の統治下にあったが、第一次世界大戦後に、ルーマニア、セルビア、一部はハンガリーへと分割された。ブルガリア人の多くは、正教徒であるが、バナトブルガリア人は、ローマカトリック教徒が、 多く、かつてのパウロ派や、現代ブルガリア北部、北西部に住む、少数のカトリック教徒と起源を同じくしている。バナトブルガリア人は、東部ブルガリア方言に属する独自の方言、バナトブルガリア語を話す。バナトブルガリア語には、バナトの諸言語からの影響も多く見られる。文化的には、中央ヨーロッパの影響を強く受けているものの、 以前、依然ブルガリア人としての民族意識を保っている。1878年のブルガリア外放以降、多数がブルガリアに戻り、彼らの村を築いた。ルーマニアによる公式の国勢調査では、ルーマニア領バナトの住民のうち6488人が、ブルガリア人であった。2002年のセルビアの国勢調査によると、バナトを含むセルビア北部の自治州、ボイボディナにおいて、 1658人が民族的にブルガリア人であった。一方、ブルガリアの研究者らは、ルーマニアには12000人ほど、セルビアには3000人ほどのブルガリア人が住んでいると推定している。バナとブルガリア人の最古かつ最大の居住地は、トゥデシュティとビンガで共にルーマニア領に属する。この他にバナとブルガリア人の住むルーマニア国内の 主な集落としては、ブレシタ、コロニア・ブルガーラといった集落や、ティミショアラ、ティミシュバル・ティミスバー、スンニコラ・ウマーレといった都市部にも居住している。セルビア領では、ビバノボ、コナク、ヤシャ・トミチ、スコレノバツなどに住む。ブルガリアに帰還したバナトブルガリア人は、アセノボ、バルダルスキ、ゲラン、ドラゴミロボ、ゴスティリア、ブレガレなどに住む。一部の村では、 バナトシュバーベン人や他のローマカトリックのブルガリア人、あるいは聖教徒のブルガリア人との混住が見られる。過去の国勢調査や推計をもとに必ずしも正確ではないが、バナトブルガリア人のおおよその人口の推移をまとめると以下のようになる。ブルガリア北西部の鉱山町チプロフツやその周辺に見られるブルガリア人ローマカトリック教徒の起源は中世に ブルガリアに移住したドイツ人と見られ、彼らはその後さらに移住、拡散し周辺の人々へと同化していった。1688年、チップルフチの住民は、ブルガリアを支配するオスマン帝国に対する反乱を企てて失敗した。組織力の弱さや、オーストリアによる対オスマン帝国構成の中断により、反乱は失敗し鎮圧された。 生き残ったカトリック教徒の300家族は、ドナウ川を越えて、北のオルテニア地方に逃れ、まずクラヨーバ、ルムニク・ブルチャなどに住み着いた。彼らは、ワラキアコー・コンスタンティン・ブルンコベアヌによって、これらの町での居住権を認められた。一部は、トランシルバニア南西部に移住し、ビンツデヨスや、デバなどの入植地を築き、公民権、免税権などの特権を与えられた。 1718年にオルテニア地方がオーストリア帝国の占領を受けるとこの地方に住むブルガリア人の地位は引き上げられ1727年の帝国の布告によってトランシルバニアに移住したブルガリア人と同様の特権がオルテニアのブルガリア人にも付与されたこのことがさらに多くのブルガリア人カトリック教徒を引きつけることとなりブルガリア北中部の かつてはパウロ派に属した村々に住むカトリック教徒およそ300家族がドナウ川を越えて北に移住した。彼らは1726年から1730年までクライオーバに居住したが、かつてチップルフチから逃れてきたブルガリア人と同様の特権が与えられることはなかった。1737年に再びオスマン帝国と オーストリア帝国との間で戦争が始まると、オーストリアは、オルテニアの放棄を余儀なくされた。この地方に住む、ブルガリア人は、オスマン帝国から逃れて北西に向かい、オーストリア領のバナトに移り住んだ。オーストリアの当局は1738年に、スタルビシュノフ、1741年に、ビンガ・ビンガ、別名テレシオポリス・テレッシュ・パリスの入植地建設を、許可した。 1744年には、マリア・テレジアの直命により、オルテニアのブルガリア人の特権が再確認された。ルーマニア・ドゥデシティ・ベキのローマ・カトリック教会の聖堂1753年から1777年の間に、スビシトフやニコポル周辺のパウロ派の神徒が、バナトに移住した。18世紀後半から19世紀中頃にかけて、この地域における、 ブルガリア人の人口は急速に拡大した。彼らはより良い経済条件、特に工作地を探し求め、およそ20の町や村に住み着いていた。この時代に、ブルガリア人が住み着いた村には、モドシュ、カナク、スタリレッツ、ベロブラド、ブレシュチャ、デンタ、バナツキドボル、テレパ、ジュルゲボ、イバノボなどがある。セルビアイバノボのローマカトリック教会の聖堂彼らは、 住む場所を定めると、次に、教育や宗教に関心を払うようになった。スタルビシュノフのネオバロック様式の聖堂は1804年に建造され、ビンガのネオホシック様式の聖堂は1892年に建造された。1863年までに、バナとブルガリア人は、ラテン語及びイリュリア語で典礼を行っていた。この、 イリリア語とはクロアチア語の一派であり、これらのブルガリア人がバナト地方に移住する前から彼らの間に広がっていた。しかし、19世紀半ばの民族復興時代になると、彼らが日常的に用いるブルガリア語の方言が教会でも使用されるようになった。民族復興運動はまた、バナトブルガリア語による初の印刷物、 マナチジャキャシー・ヒズマス・ザ・キャター・リクサンスック・ポーリキンの発行にもつながっていった。1860年には教育においてもイルュリア語に代わってバナとブルガリア語が用いられるようになった。1866年、ヨズリルは辞書バルグスコート・プラビピサニの中でこの方言をまとめて体系化した。1867年のアウスグライヒの後バナトは ハンガリー王国の統治下となった。ハンガリー政府はバナトのマジャル化を大幅に強化した。これ以降第一次世界大戦までの間、教育におけるハンガリー語の使用が強制された。ブルガリア・バルダルスキュゲランにあるバナトブルガリア人のローマカトリック制度第一次世界大戦が終わると、オーストリア・ハンガリー帝国は解体され、バナトはルーマニア領とセルビア領に分割された。 多くのバナトブルガリア人がルーマニア王国の国民となった一方、セルビア領バナトに住んでいた者はユーゴスラビア王国の国民となった。ルーマニア王国では国勢調査においてバナトブルガリア人は独立した民族として扱われた。教育においては基本的にルーマニア語が使用され、ブルガリア語の学校は国有化されなかった。 1931年のルーマニアの地理学の書籍では、同国のティミシュトロ群に住むブルガリア人を外国人と表現し、その民族意識はルーマニア人のものほど美しくないとしたが、一般的にバナトブルガリア人は戦艦期のルーマニア王国においては、正教徒のブルガリア人少数民族よりは良い扱いを受けていた。ユーゴスラビア王国ではバルダル州、 西方湿地、そしてバナトを含む全ての地域において、ブルガリア人少数民族の存在を認めていなかった。戦艦期のユーゴスラビア王国において、バナトブルガリア人の数は公的な資料から読み解くことはできない。ユーゴスラビア王国でも、バナトブルガリア人は、正教徒のブルガリア人よりは、良い扱いを受けていたが、教育では、セルビア・クロアチア語のみが認められていた。 1930年代において、ルーマニアのバナトブルガリア人は、イヴァン・フェルメン人、アントン・レバノフ、カロル・テルビスらを中心とした民族復興の時代を迎えた。これらの新しい文化的指導者たちは、パウロ派やローマ・カトリックのアイデンティティを用いて、バナトのブルガリア人のアイデンティティを強調し、ブルガリア政府や、ルーマニア国内の他のブルガリア人、特に、 ドブロジャのブルガリア人社会との結びつきを確立した。民族復興運動の主体となったのは、1935年から1943年までの間発行されたバナとブルガリア人の声や、1935年から1943年まで年1回発行されたバナとブルガリア人の小読みであった。ブルガリア人のバナと移住200周年を祝福する計画も作られた。 これは、この時代のバナとブルガリア人による民族的アピールとしては最大級のものであり、ルーマニア政府によって部分的に見直しを余儀なくされたものの、多くのブルガリアの知識人の関心を引くこととなった。スタルビシュノフのカロル・テルビスとカロル・マニョフの先導により、ルーマニアの国民農民党の下部組織として、ブルガリア人農民党が1936年に、 設立されたペタルテルビスが議長となった。ペタルテルビスはまた1939年に発足したバナトにおけるブルガリア国民協会の会長にも就任した。ブルガリアとユーゴスラビアは1930年代に入ると関係改善に向かい、ユーゴスラビアは間接的にバナトブルガリア人少数民族の存在を認めるようになった。しかし、それでも バナとブルガリア人の民族復興はルーマニアよりも大幅に小さなものに止まった。テルビスやレバノフといったルーマニア領バナとのブルガリア人の活動はユーゴスラビア領のブルガリア人にわずかに影響を与えるのみに止まった。バナとブルガリア人の一部はさらにハンガリーやアメリカ合衆国に移住した。1942年のブルガリアの資料によると1万人の バナトブルガリア人がハンガリーに住み、その多くが都市部に住んでいるとしているが、この数字は課題であると考えられる。ハンガリーのバナトブルガリア人からは、ペタル・ドブロスラフやゲオルギ・ベルチョフなどの国民議会の議員も出ていた。ペタル・ドブロスラフのムスコラースロー・ドブロスラフは、ハンガリーの外交官であった。戦艦期の間、特に1920年代から30年代にかけて、 ルーマニア領のバナとブルガリア人の間では、アメリカ合衆国への大規模な移住があった。ローン・ウルフに組織的なブルガリア人の社会が形成され、バナとブルガリア人の多くは農業を営んだ。また、多数のバナとブルガリア人が1880年代から1890年代にかけてブルガリアに帰還している。彼らは、プレベン州やブラツ州、ベリコタルのボ州に移住し、 無人の知恵の定住に関する1880年の法に基づく特権を与えられた。彼らは先進的な農業をブルガリアに持ち込み、その能力を発揮した。一方、彼らの宗教生活においては、ブルガリアで多数派を占める正教会との対立や、バナトシュバーベン人やイルフォブ県から来たパウロ派など、 他のカトリック教徒との対立があったブルガリアにあるバナとブルガリア人の村第二次世界大戦前やルーマニアの先制君主カロル2世やイオン・アントネスク率いるファシズム勢力のもとルーマニア領バナトでもブルガリア人に対する滝に及ぶ差別が加えられたブルガリア人は土地や資産を奪われたりハンブルガリアプロパガンダの標的とされたりあるいはルーマニアから活上された北 トランシルバニアや南ドーブロジャを脱出したルーマニア人やアルーマニア人の難民の収容先にブルガリア人の村が利用されることもあった。ヨーロッパにおけるバナト地方1941年5月、ルーマニア領バナトに住むブルガリア人たちは数字区国に捕まりティミショアラ近くで捕らわれていたユーゴスラビア軍の兵士から民族的にブルガリア人のものを救出することに貢献した。 バナトブルガリア人の指導者、アントン・レバノフは、ブルガリア政府と連携を取りながら、ユーゴスラビア軍として捉えられていた民族的に、ハンガリー人の兵士が解放されたことを前例とし、ブルガリア人の兵士を解放し、ブルガリアへと移送させるよう交渉した。バルダル、マケドニアやセルビア領バナトなどの、ユーゴスラビア領出身のブルガリア人兵士は、解放後、 ブルガリアに移送されるまでの間、バナとブルガリア人の村に一時的に身を寄せた。セルビア領バナトは1941年4月12日にナチスドイツによって占領され、占領はその後も長く続いた。1942年末、ドイツの占領当局は、イバノボ、スコレノバツ、コナク、ベロブラとヤシャトミッチのセルビアの格好に、 ブルガリア人の学級を設置することを許可した。しかし、戦況の変化により、ドイツはバナトから撤退し、1943、44年度以降、このブルガリア人学級での教育は続かなかった。終戦後、ルーマニア、ユーゴスラビアには共に共産主義の政府が誕生した。ルーマニア領バナトでは、ブルガリア人の一部は1951年の、 バラガンの強制移住による移住強制の対象となった。彼らの多くは1956年から57年に元の居住地への帰還を許可された。1948年にドゥデシュティベキに、1949年にビンガにブルガリア人学校が設置された。これに続いてブレシタ、コロニアブルガラ、デンタでもブルガリア人学校が設置されたが、 1952年以降短期間のうちに閉鎖されるか、ルーマニア人学校に統合されたが、ブルガリア語は選択科目として残された。1991年のルーマニア憲法では、ルーマニア領バナトに住むブルガリア人に対し、ルーマニアバナトブルガリア人連合が少数民族を代表する組織の一つとして、国民議会に議席を持つことを保障し、引き続き、ブルガリア語は、 選択科目として残された。終戦後のユーゴスラビアでは、バナとブルガリア人の少数民族としての地位は、公的には認められていたものの、正方式地のブルガリア人と比べるとその権利は大きくなかった。ボイボリナの他の少数民族と異なり、バナとブルガリア人は、母語での教育は認められておらず、セルビア・クロアチア語のみが用いられる。バナとブルガリア人は、 バナトへの移住当初から文芸活動に関わってきた。彼らの手による極初期の書物の一つが1740年代にラテン語で書かれた歴史書イストリア・ドムスである。1866年のバナトブルガリア語の体系化によって19世紀中頃には自分たちの言語による多数の書籍の執筆や翻訳が実現した。1830年代には バナとブルガリア人の声新聞を中心とした文学復興運動が起こった。現在、ルーマニア領バナとブルガリア人連合は、各州で我らの声を月間で文学思考を発行している。バナとブルガリア人の音楽は、ブルガリア民族音楽の一派に分類され、声楽、音楽的に一部に独特の特徴を持っている。典型的には、 ブルガリア民族音楽の小説が維持されているが、多数のメロディがルーマニアやセルビア、ハンガリーの影響を受けており、クリスマス音楽の一部は都市型のものに置き換えられている。ローマカトリック教会は彼らに大きな影響を与えており、クリスマス聖歌の一部は歌われなくなり、別のものに置き換わっている。同様に、バナとブルガリア人は、ブルガリア人の祝日の多くを受け継いでいるが、 ローマカトリック教会に属する他民族の祝日も受け入れている。最も重要な祝日の一つとなっているのが、シャニク祭である。舞踊に関しても、バナトブルガリア人は、周囲の民族、例えば、ハンガリー人のチャールダー種などの影響を強く受けている。バナトブルガリア人の女性の民族衣装は、大きく2種類に分けられる。ビンガの民族衣装は、 バルカン山脈以南のブルガリアのものと類似する一方、スタルビシュノフのものはブルガリア北西部に典型的なものである。また、ビンガの民族衣装はハンガリー人やドイツ人の民族衣装の影響を強く受けているが、スタルビシュノフのものはよりブルガリア的特徴を止めている。バナとブルガリア人の女性の民族衣装は冠のような頭部の装飾が 印象的なものとして知られている。ありがとうございます。